ろ、うん、共に立ち寄ろうしとも、うん、さえさえバス待ってるな、ありがとうさ、ありがとうさ、さえさえさ、これよりは侍忍者賞の格闘前だ。先ほどこちら方の忍び、もしやすると敵方の忍びに出かるかもしれない。この後敵として登場してくる矢面、まあ、その敵方の忍びとして何故登場してくるのかというのは、これより見てもらう演武は我らが主君徳川家康様の人生最大の危機と言われた約400年前実際に起こった出来事、神君伊賀越え、その様子について皆に見てもらうわけじゃ。さあこの危機を脱するにあたってお主らから力を借りたき場面がござるゆえに、共にいたしてほしい形がござる。それがこれじゃな。先ほど忍者体操に出てきた、これは刀印と申す、今しがたやり方を設立出す。まずは両手を前に出す。手をみなじろ、みなじろ、両手を前に、そして日本指、そうじゃ、地面するもそこ、チョキ、指を閉じる。ほんで、鏡で前を、鏡で前ぞ、左手、下、あ、上、右手、下。ほんで、左手に右手を収め、胸の前に持ってくる。さよ、わしが、演武のさなか、せーのと申す場面がござるゆえに、心の中でのみ、声を出さずして、ニンと、力を送ってほしい。それでは一度練習してまいろうではないか。まいるぞ、せーの。あ、ちっこい声でくる。あ、ええー、じゃろ、ありがとうござる。それでは演武のさなかもそれでよろしゅう、お頼み申す。服部半蔵忍者隊演武開幕である。時は1582年、本能寺の変にて織田信長様が討たれた後、謀反を起こした明智光秀殿が次に狙う我らが主君徳川家康様であった。徳川家康の命を頂戴する。そうはさせぬ。徳川家康様のお命我らが守ります。次々と襲ってくる家康様には何としてもこの伊賀を超えていただかねば。家康様はいつもなさねばならぬことがあるとおっしゃっておられた。それは天下太平の世を築くこと。そのためにも家康様を岡崎城に無事お連れせねば。忍びの者たちよ、わし服部半蔵に力を貸してはくれぬか。はっ、はっ、承知承知。半蔵様、お忘れしたり頼むぞ。今夜有心はすぐ総勢300名人たち、忍びたちとともに民の幸せのため、天下太平の世のため、この命にかけて家康様を守り抜く。さあ皆の衆、今がその時ぞ。
我らに力を貸してはくれぬか。さあ、先ほど教えた党員を胸の前に込むのじゃ。さあ、それでは力を送ってくれ。はい、せーの。ありがとう、そっちは。アント様、敵の気配にござります。おお、家康様無事ご検事よ。勝利を持つ勝助のお子さんだ。礼を申す。この功績により我らはナルミーガ衆として取り立てられ、わしはその長老でござった。天下太平の世を実現された家康様の願い、そしてそれを支えた士族たちの思いを受け取り、現世に磨いては服部半蔵人事隊として愛知臨場盛り上げようぞ。我ら服部半蔵人事隊国軍に推奨。さあ、これが新君伊賀越えの様子だった。皆せよ、いかがでござった。ありがとうございます。敵が倒しといた。違います。こちら、ナルミが主にございます。我らの仲間にございます。ああ、ナルミのものだったか。わかわか、先ほどから出てきたり出てこなかったり、何もまさか敵としてしか出てこんとか、そんなわけではない。わかわか、今回の話は我らの味方であったということだな。何を疑ったの？忍者体操も一緒にやってくれてるんですよ。おったの？あ、おった。あれじゃ、ダルミの。あ、いったくれ。半蔵様も。せん！わしじゃ！わしじゃ！わしじゃ！じゃあ確認してもいいですか？なんじゃ？半蔵様の一番好きな食べ物は？表面。違います。それニンニクです。ニンニクは、やはりいいですか、半蔵さん。まずわしがニンニク好きなことはおそらく知らんもの多いと思う。いや、一緒だけ知っておれば十分ですよ。ニンニクですな。半蔵様ですな。でも敵ではありません。そうじゃ。あ、よかったよかった。よかった。安心した安心した。さあさあさあ、まあそんなもんならね、今話しておったけども、一度一つ気になることがあるある。我らのことを初めて見たやつも正直に言ったわけで、あら、あら、多いわな。そうじゃな。いや、しかしはな、ええ機会じゃ。我らのことを知ってもらうべく我が隊紹介を。はっ、かしこまり申した。我ら徳川家康の服部半蔵忍者隊は、愛知のさまざまな観光地、また武将観光の魅力を伝え、そしてより一層盛り上げるべく現世にて愛知の観光 PR 隊としてよみがえり申した白い衆にござり申す、うん、主に名古屋城、ここ名古屋城拠点任務をいたしとって、平日はおもてなし、土日祝日はこのようにして侍忍者賞を行っておるわけじゃ。の名古屋城以外でも実はこたび別のところに出陣してますな、半蔵様。さよう、琉球の国、まあ沖縄に今我が隊の別の者たちが出陣しておる。さようにございます。我らはこの愛知、そしてこの尾張三河の地の魅力を伝えるべく、この愛知に来てほしいと願うべく、ただいま琉球の国で遊びに行っておるということで、そうじゃな、遊びに行っております。そうじゃな、遊びに行っておるわけではないけど、ただおそらく遊んで盛り合わせるんだ。先ほど三平殿が三品茶を持っておりました。三品茶、あー、この茶か、あちらの茶か、あ、これ遊んでおるな。おらいかんがな。ダメですか。ダメですか。しかと任務をしておるわけ。さよさよさよ。ああ、ということで、以後我らのお後ろ今日よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、それでは我らの演もそろそろ姉妹の国と愛だ。最後は我らの剣舞にてお主らを鼓舞いたす。ではっこ、トクトフラーイ。正しき心、忍びたるもの忘れはせず、心に合いますらくとも、党に生きる民のため、笑顔と勇気を届けようぞ。我ら服部半蔵忍者隊、ここに推奨。
からぬこと海のこと言うなぎの千万事は心で決まる。服部半蔵はっ。これよりは我らのこの姿からくり機撮影機にてバシャバシャと映してほしいわけじゃ。極王トロネだ。構えといではこちらから参りますか。そうだな、左手から参ろう。こちらから棒を数えまするゆえにゆっくりとこないにして動いていくゆえにからくり機で映してもってんだ。では構え申す。いきます。一つ、二つ、三つ、四つ、五つ、六つ、七つ、八つ、九つ、おお、しまいにございまする。ありがとうござる。さあ、この後は名古屋おもてなし武将隊の方々による演舞じゃしかとその目に焼き付けよう。それでは皆の衆ありがとうござった。さらばじゃ。ありがとうござった。さあ